燃やしても CO2 が出ないアンモニアから火力発電をゼロエミッション化する。今こそやらなきゃダメなんだ。ジェリー。監督のとこ座ろうか。よし。監督のとこ座ってみよう。すいません、お疲れ様です。です。あの一軍に戻ってきて、はい。2週間ぐらい経ちましたけど、はい。いかがですか。まあ、ねえ、なんやろう。やってて楽しいなーってまだ思えてるのがいいことかなーっていう。こう毎日毎日試合。はい。あって移動してっていうの中で、はい、体とかはどうですか。やっぱり移動した次の日とかはね、その手術した患部周りとかが固まったりとかはやっぱするんですけど、そういうのを見越してあれしてくれるんで。え？そういうのも見越し、やっぱトレーナーさんもコンディショニングの担当の方もいろいろこうやっていただけるんで、まあ、恵まれた環境でやれてるなと思います、ね。はい、投げてるところで、まあ、去年とかだとこう体の痛みとかと戦いながらではあったと思うんですけど、はいはい、そういう部分では今マウンド上がっていてっていうところでは、そうですね、今のところ感じるものは特にないかなっていう、まあ、まだ100試合もぐらい残ってますし、これを完走するって考えたら多分どっかでつまずくっていう予想はしてるんで、まあその準備ができてる分今気楽にできてるかなと思います。まだ楽しいというところが一番、ね、そうですね、今はまだ、まあ、まあある意味まだ怖さを覚えてないんで、はい、あのこうリハビリ始めた頃に、はい、少し先の目標で三島さんってお話しされてましたけど、はいはい、三島さんも今こう一緒にっていうか、まあ向こうの方がちょっと早いですけど、三島さんの動きを見ながら僕も、あ、じゃあこれぐらいならできるんやっていう一つの目標にもなるんで、まあいい意味でパクらせてもらってます。結構大きな存在でしたか。いやー、もうめちゃくちゃ大きかったですよ。どんな自分がこう復帰するビジョンっていうのがあんま見えなかった中で、ああいう、何ていうんですか、緊迫した場面とかで自分のパフォーマンスが出せてるっていうのを見て、ああ僕もああなりたいなって、まあちゃんとこう具現化というか、思ってたビジョンをこう三島さんがちゃんと試合で今日表現してくれたんで、僕もああなりたいなっていうのは強く思えたのが大きいですね。あの SNS でちょっと僕が拝見したんですけど、はい、あの三島さんのサインボール、はい、ファンの方、あのご本人にも届いてます。福投手も大丈夫っていうサインボールですよね。いや、届いてないですよ。あのその情報は入ってた。あ、情報はもちろん友達から LINE 来て、あの友達はやっぱ悪気ないじゃないですか、その一野球ファンとして。三島ええやつやんってポッて LINE 来て、こう添付写真で福投手も大丈夫って、いや三島さんはすごい人よって言ってこう。でもあのその情報を聞いた時どうでしたか。はい、いや嬉しかったですよ。わざわざそんな、ね、そのレフトスタンドに向かって、まあ、ボールそういうメッセージを書いたボールを投げるっていう手間を取ってくれたっていうのが嬉しかったですし、まあ、そう言われたら僕も頑張らなっていう気持ちになったんで、本当嬉しかったです。あの復帰登板の日、はい、ヒーローでボール投げ入れてましたけど、はい、そこに何か書いたりとかなかったんですか。書いて、だからあれなんですよ、僕もヒーローインタビュー終わってサインお願いしますってサンキュー渡されたんですけど、あ、そう三島さんも書いたんやったら俺も書こうと思って、なんかもう大丈夫と、なんか5000円本当にありがとうございますみたいな、皆さんのおかげですみたいなニュアンスのものをサンキュー書いてレフトスタンド見たんですよ。オレンジじゃないですか。全然これは違うって言って、じゃあ頼む、ちょっとうちのファンで。じゃあそのアンサーがドラゴンズファンの方に届いて、そうそうそう、なんかこう届けばいいかなって、なんかそういうね、 SNS っていいムーブメントを起こせるじゃないですか。
なんでそういうのができればいいかなと思って3球投げて、まあ、自分でネタバラシしちゃいましたけどね。あの復帰してからは三島さんとの列、はい、交流とかあったりとか。ああでもはその登板終わって勝った時にはもう LINE いただきましたし、でお互いそのまだこう会ってないじゃないですか、うん、会える日楽しみだねって言われて、いや僕もグラウンドで話せるのを心待ちにしてますみたいな会話してるんで、うん、もうすぐじゃないですか。なるほど。あのそんな中、はい、今年のあの僕たち招待、はいはい、その時に一軍に入れたっていうところですね、はい、あの今日招待日ですけど、はい、なんかね、いや去年一発目いなかったんですよ確か。それが悔しくてしょうがなくて、自分でプロジェクト立ち上げるって言って、こういろんな方にこう、ね、ご支援だったり、ね、スタッフさんにこうご尽力いただいてたのに、党の自分おらんってどういうことやねんっていうのがあったんで、今年の一発目こうやって今日入れたっていうのはすごく、まあ、去年のリベンジにはなったかなとは思いますね。なんかこうきっかけとか、はい、こういう運びになったのは去年からですけど、はい、どういう経緯だったの？なんかやりたいなとはずっと思ってたんですけど、なんかねコロナもあったし、でそんな中で僕そのヒーローインタビュー20年かな20年の時にヒーローインタビューしてもらって、その時の写真をこう額縁でもらったんですよ。その額縁を老学校の生徒さんが作ってくださってるっていうのをその広報の方から伺って、いや僕そういえば高校で手話学んだ経験あるんですって言ったら、その向こうの老学校の先生もアクションを起こしてくださって、なるほど、でそこからスタートですね。なるほど。去年もあの60何人、はい、あのいらっしゃったということですけど、今日登板あったり、この後の招待日登板あったらどんな姿ですか？いやーやっぱね、あの招待してる席が去年はその一塁側のベンチのちょっと上の方だったんで、うん、登板した時確か見えるんですよね、服のタオルがこうワンサカいるのが、あれはまた緊張しますし、うわーこれちゃんとせななと思う時はあるんですけど、まあでも、ね、自分の登板もそうですけど、なんか楽しんでくれたら一番いいかなっていう、目で見るその臨場感っていうのも伝わると思うんで、なんかそう、まあ、勝ち負けにこだわることはあえて僕は考えてなくて、打った走った投げたみたいな、そういう一つ一つが楽しんでもらえたらなっていう、まあなそうですね、エンターテインメントとして楽しんでほしいかなと思います。あの手話学んでたということで、はい、あの復帰登板の日もされてたんですか？はい、これですよね、はい、それ改めてどういう、まあ帰ってきたみたいな、こうこれ帰るみたいなニュアンスの言葉なんですけど、だからなんかないかなっていうそのことを喋ってたっていうか会話してて、でなんかないって言ったら、ただいまっていうのやっぱこう指文字でやったら4文字になるんですよね。なるほど。それやったらだからナルトの韻踏んでるような感じじゃないですか。カトンでも出すんかみたいになるんで。なるほどってなったらやっぱりね、この一つのこの言葉だけでその手話を学んでる人からしたら意味を感じ取れるようなことがいいんじゃないかっていうので、うん、で向こうから発案いただいて、あなるほど、はい、そういう会話があった上での復帰登板で、はい、そうで覚えてたらやるねって、やっぱ緊張するかもしれんからって、でマウンド上がって投げて、あそうやるなあかんであれと思い出したんですね。そう去年の交流の時、そうです。そうですね。去年、まあでも年初かな。年初の交流の時。年初の、はい、交流の時ですね。なるほど、なるほど。最後に、はい、残りシーズンというところではどんな意気込みでしょうか？そうですね。僕はもうこうやって投げさせてもらってるだけでめちゃくちゃ意義に感じますし、投げれる楽しさっていうのを再認識できるシーズンだと思ってるので、もうどんどん投げて、まあ、結果がどうであれって、結果気にして縮こまってたら僕はしょうがないなっていう、せっかくマウンド上がってるんだったら勝負も楽しみたいなと思うので、それをどれだけ続けれるかですね。きついシーズンになるかもしれないですけど、まあ、そこだけは忘れずにシーズンを過ごしていきたいなと思います。ありがとうございます。はい、それはいいでしょう。
いいですか。じゃあ皆さん顔見えますね。こっちね、こっち。いいですね。じゃあ行きますよ。みんなこっち見て。はい、行きますよ。はい、お願いします。はい、にっこり。はい、お願いします。元にっこり。はい、こっち。はい、じゃあ僕が行きますよ。はい、お願いします。18ですね。18です。はい。はい。はい。最初の。ふと。はい。ありがとうございます。先生、先生から一言を、あの、はい、今、はい、YouTube 撮ってて、ドラゴンズのオフィシャルチャンネルで、せっかくだからみんなに手話を一個見てるみんなに。何か一個決めて、はじめましてでもいいし、ありがとうでもいいし。あ、そういうこと？あ、いいんじゃない？それでいいやん。これね。オッケー。もう一回やって。テロップ入れてもらおう。じゃあ、マジ、頑張れ。オッケー。いいね。いいね、これいいっすね。それ最高。勝ち試合を見れると思うのでぜひ楽しんで観戦してください。今勝ち試合って橋本が言ったけど、この子今日試合出ません。僕は試合に投げるかもしれないんで、投げるときはタオルを掲げてもらったら、あそこにいるんだと思って投げることができるんで、投げるか投げないかはちょっとまだわからないんですけど、投げるときは精一杯タオルをバーって掲げてくれたら力になると思うので、今日一日楽しんでいってください。はい。はい、ですよね。じゃあセットポジション入ったら見えるんですよ。そうですね。こう構えるじゃないですか。こうやってやったらここにいるんですね。まあ試合中なんでね、さりげなく合図とか何かあるかもしれないです。だから。やって。見えるか見えるか。オッケー。今日は。試合負けさせていただきありがとうございます。インテリアカー私たちは作りました。ちょうど使ってください。ありがとう。あ、いいね。ありがとう。生活デザインの写真代を作ったので、はい、使ってください。ありがとうございます。ありがとう。俺だね、もう。ぜひご参加ください。はい、ありがとうございます。本日はご招待いただきありがとうございます。いえ、とんでもない。ありがとうございます。
俺、だって可愛くないですか、チーズっすよ。ネズミでチーズでしょ。確かにいいな、これ娘に、娘喜ぶやろうな。お子さんと遊んでほしいっていう、うん、ありがとう、本当にカバンかな、カバン、うん、カバン、あ、すごい、いいね、ありがとう、カバン、はい、そこだ、おお、そういうことね。おお、かわいいね。いいっすね、デコボコ感。ありがとうね。ありがとう、ありがとう。じゃあ、行ってきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。バッターは5番サード佐藤輝明。これの発案者です。なるほど。はい。復帰登板したときにやってくれる。約束守れたのが大きかったですね。